まあ、見て見ぬふりしてきた、古川さんのサンドイッチを食べてみます。ほんまに食べてほしくない。食べたい、普通に食べたい、食べたい、もう家に出るタイミングからこれって作って持っていく、大丈夫、早く。いやいや、ペイが食べてる姿を想像 してんできてん、怖っ、今のってなってやる姿が想像した。吐き出すの。自分は大好きなぐらいマヨネーズ入れてんけど、マヨネーズサンド。いや待って、こっちやったら自分の味付けのさじ加減関係なし。でも甘いサンドイッチよりもさ、先にさしょっぱいの食べたいじゃん。一回これ一人一口じゃなくて、はい、半分一口ずつ食べて。どんだけ自信ないの。自信ないよ、こんなん食ってんから。井上咲楽の美味しいご飯あんたのせいだった。すごい、料理も出す人の後に出せる自分なんて料理。え、美味しそうだよ。美味しそう。の具合はめっちゃ、でもやった瞬間溢れ出る。あ、私は全然ない。もちろん、こんな具がはみ出したサンドイッチ初めて見た。なんか濃い、正直言って。あ、美味しい、ちょうどいい。嘘つくなよ。でも美味しいって、美味しいってことはありがとうございますやねんけど、ちょうど言い訳ない。ちょうど言い訳ない。無理させてる、無理させてる。いただきます。もうおお、ちょうどいい。ちょうどいい。ちょうど悪い。怖いよな。怖い、怖い、怖い。多分さ、これからのさ収録胃もたれで喋れなくなる。具合悪くなる。なんか罪悪感で押しつぶされそう。もう食わんでいって。いや、私これ結構好き。じゃあもう一個食べなよ。あかん、あかん。それは違うや。どんだけ丁寧に。食べたいんだって。食べたくない。めちゃくちゃこの味。食べたいんだって。食べたくない。ほら、これハトにも大人気。もう嬉しくないね。うちハト嫌いよ。バターが美味しい、バター。あ、バター、そう、バターは。バター入ってます、バター。入ってます。すごい。バター美味しい、これ。卵サンドに。めっちゃ美味しくないですか、これ。パンにバターをちょっと塗って。ほら、ほら。よく給食なの。いや、それで言うと、私たちよりも、若いから胃袋が。あ、そう。だから多分タフなんだよ。だから食べたいんだよ。でも、美味しい。これを正解と思って、美味しいって言ってんの。絶対嘘。一旦休憩、一旦休憩。見て。何？ペイからしたら、舌しびれるぐらい濃い味やもん。一旦こ食べれるよ。それ美味しい、美味しい。いや、バターが美味しい。ほら、バターが美味しい。また食え。また食え。マイナス思考すぎだって。ネガティブ、すごいネガティブ。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、本当に。今日も朝作って、あ、もうこんなんやったら買えばよかったってめっちゃうつモードに入って。すごい。何すごい、美味しい。マジでハトに人気、このサンドイッチ。なあ、盛り上がり始めた。それ食べたいです。ほら、食べたいんだよ。逆にその前向きな方が余計なんか。なんでですか。どっちがいい。バナナ、でもイチゴちょっと酸っぱいかもしれない。あんまり甘くないイチゴやった。え、なんでいいですか。私、さくらの心の中に分かるもん。イチゴだよ。ね、いいんですか。いいよ。やったー、ありがとうございます。これは、ただの買ったもう出来上がりの生クリームにフルーツ入れただけ。生クリームは死ぬほど注入したから、ゲロ吐きそうなぐらい。これめちゃくちゃ熱い。すごいよ。ダカフェやし、ダカフェ。おいしい。嘘、演技、演技してる。うん、生クリームおいしい。なんかさっきからさ、バターおいしいとか生クリームおいしいとかさ、なんかその素材のさ、調理前のものしか褒めてくれない。別にゆうくが作ってない部分。そう嘘は疲れへんね。ほんとおいしいです。どっちが好き。卵サンド。卵え、ほら。わかるよ、別に美味しかったよ。うん、後ろまでイチゴ入ってて美味しい、美味しい。すごい食べてる。食べてくれるの。うんうん、卵サンドめっちゃ美味しかったんですよ。ほら、ほら、もうやめよ。でも多分本当だと思うよ。え、ほんまとしてもう2個食べたら。ほら、だってこんな勢いで食ってんだよ。うんうん、どっち食べたい。今もういいって。卵食べたいんだ。卵食べたい。食わんね。美味しい。人の作ったご飯とかいいです。ほら、それにこっちの方がうまいやろ。いや分かってるよ、そんなの。それに分かってる。そういうのは分かってるけど、自分が作ったやつじゃないの食べたいんだ。かわいそう。私は桜のおにぎり食べるから。ありがとうございます。やった、やば。いやー、もういろいろ桜に合われへん。なんでですか。うわー、山口さんのこといじめてる。ちょっと待って、デジカメで撮っとこう。やばいって。
今すごいよこれ。やばいやばいやばい。やばい見てここ。ここすごい。あの問題になるこの動画、一種のパワハラ。すごい食べたいんだもんね。味食べたいわけないの。この後にこれ食べたら味ないと思う。確かに。ちょっと桜のタケノコで落ち着かせよう。限界ゲロ吐きそうなって飲み込まれるな。血糖値上がって一点見つめさ。眠くなってきました。あ、やばいやばい、眠くなる。あれみんなさ、お腹苦しい。え、何、お腹いっぱい。やばいやばい、黙り込んでた。やばいって、東尋坊の顔してた。船越英一郎。いや、私和代で。和代。カラコンしてないよね。カラコンしてないです。すごい目綺麗じゃない色、うん、いうかこの色のカラコン作ったら売れそう。確かに。ちょっと眼球貸して。サンプルにするから。じゃあ私のとりあえず貸す。優香と桜の共通である。せげ濃い。せげ濃い。あの無自覚。確かに。え、無自覚かもしれないです。え、濃いですか。濃いよ、アライグマみたいだ。あ、本当だ。え、そう、喋っとって、喋っとって。ちゃんと綺麗に、分かりやすくね。お、結構なんか、毛穴。うずしよ。毛穴が好きなんね。え、私も見てほしいです。でもなんか、結構赤ちゃんみたいな。そう、なんか、濃いねんけど、長い産毛。うおすげえ。え、剃ってる？いや、剃ったことも脱毛したこともない。ないっけ。でも腕も剃ったことない。え？それ脱毛もしてないやろ。え、ペウス。猫ちゃんみたいですね。あ？それバカにしてるやろ。絶対。赤ちゃんみたいにムチムチですね。ね、褒めてますよ。クリームパンってことでしょ。うん、アンパンマンに言ったら私多分カバオじゃん。ああ。鉄火巻きちゃん。確かに。初期の潜在。本当だ。桜鉄火巻きちゃんだ。鉄火巻きちゃん。ゆうか悔しいけどドキンちゃんじゃない？うん、まず。ドキンちゃん。何？見えてるのかな？ゲップした。は？してねえし。そんな無のゲップなんかしねえよ。私情けない。どこに誇り持ってる？情けないゲップしません。え、あれしていい？膝枕。膝枕、はい。私の頭2トンぐらいあるけど大丈夫。いいですよ。赤と青。髪の毛整えるな。でっかい赤ちゃんと、なんかもう大人になれてないでっかい赤ちゃん。泣いてる赤ちゃん。それなんかちょっと少女漫画原作の映画。ねえねえ、どんな原作。確かになんかテロップ入れたら、え、でしょ、ほら私長野メイン。ふざけんな。目開けて。あ、いいですよ。もっちゃこっち来たらいい。優しい。え、何の動画やねん。ゆうかさん優しい、ね、なんか臭。確かに、ちょっと銀杏みたいに匂いすんね、ほんまに。なんか残ってんじゃない秋の銀杏。今もね、半年うんこ放置してるんじゃん、誰かが。あー、うんち、それかうんこ踏んだやつが歩いてるか。うんこ踏んだやつが泣くんじゃねえ。うんこ踏んだやつが泣くんじゃねえ。あー、最高。え、だよね。え、なんかこの角度やばいよ、あんた。めっちゃおじさん、なんか。なんで。なんでだろう。なんかいい串持ってるよな。え、ペって。いや、私全部あれ母親。ああ、母親がなんか私に渡してくる。あのラブクロムみたいなやつ。あれも。え、銀杏くさ、ゆうかかも。なんで銀杏で洗濯した。一般の方。可愛いよ。めっちゃ
いいかっけ。何したいんですか。ちょっと一回さ、はい、ちょっとスイッチ入れてさ、あのやってみて。あの雑誌雑誌でも雑誌の顔でここでしてもおもろいけど。あ、今のいいんじゃない。